の。パパ、一年ぶりで懐かしいみんなの顔を見ることができたわ。会えないのはマークだけ。マークはパパが死んだことも、私がロンドンにいることも知らないでしょう。どうかパパの力でマークに会わせてください。お願いします、パパ。あれじゃあオリバーがかわいそうだよな。そうだね。とんだ笑い草だ。こんなことをしなくても、今の変わり果てた姿では、かつての貴族の跡取り息子とは誰も気づきゃしないのに。オリバーがあんなことになるから、ちゃんとサンディベルを送ってやれなかったな。サンディベル、また来年のクリスティ先生の命日にならないと帰ってこないんだろうな。サンディベルは、クリスティ先生の命日。するとサンディベルのパパは死んだのか。でも安心したよ、あいつ案外元気だったんで。バカ。あいつは一生懸命悲しみをこらえてたんだ。サンディベルってやつはそういうやつなんだ。立派だよ、俺たちなんかよりずっと。ね、見たんだ、あいつの手が荒れてんの。きっとロンドンで苦労してるんだ。それをあいつ一言も口に出さないで。サンディベルがロンドンに。サンディベル、僕は恥ずかしい。君もパパを亡くしてたった一人ぼっちになってしまったっていうのに、負けずに強く生きていこうとしている。それなのにこの僕は。いかがなされた。ああ、そこは冷える。中にお入りなさい。ああ、いえ、いいんです。あなたはもしや。来られるかわからないわ。でもパパ、必ずまた来るわ。必ず。その時までさようなら。